30秒です。新型の国産ロケットイプシロンは先ほど午後2時に鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。イプシロンはこの後打ち上げから1時間余りで搭載した衛星を切り離す予定です。では科学文化部の春野記者に聞きます。